おはようございます。コロナ対策アマビエ社長でございます。いつもとアングルが違います。ちょっと気分転換というかですね、たまたまですね、あの向こう、実はなぜいつものあの角度で撮ってるかというとですね、逆光で回しくて撮れなかったんですよね。ところが今日はちょっと雲がかかってて、お日様が今隠れていらっしゃいますので、この角度で撮ってみました。くまモン看板とですね、くまモンかはでもお尻向けてますね。あのおむつさんの販売が私の定食ですって書いてありますけどですね、はい、でそれとあのお店もですね映っておりますですね。はい、じゃあ今日もですね一生懸命夜の7時までナイター営業でございます。であとですね、おむつさんお困りごとですね24時間電話受付 096-329-0224 でございますから、はいはい、まあ、なんで電話ください。私がもう本当あの取りますので、寝る時も必ず枕元にスマホは置いてますからですね、一つよろしくお願い申し上げます。あ、ちなみにですね、人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、タブレットの調子が悪くてですね、こうするけどおかしかなみたいな感じでですね、ですからあんまり映りませんけどですね、一つは募金をあのクラウドファンディングやっております。募金よろしくお願い申し上げます。はい、じゃあいつものやつ、今日は本当ちょうど雲がかかってるんですよね、向こうですね。あ、多分この画面では見えないですね、ちょうど乱反射して見えないですけどね、ちょっと雲の中に今お日様がかかってますね。はい、11月の17日火曜日、火のように夜7時までナイター営業、いつものお約束、今日も元気に営業中。はい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 。いやでも今日はですね、朝も18度で暖かかったんですよね。まあ毎朝4時起きで4時半出勤って、やっぱこのくらいの温度がよかな。もうあれがもう9度ぐらいだと寒かですもんな。でもまあ多分もうこの暖かさの後はまたそういう時期が来ると思いますけどですね、まあ一生懸命頑張っていきたいと思います。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。